さっきまで、さっきまでのこうとしてたのに、オンとオフがはっきりしてますよ、うちのさよちゃん。わー、さあ、今回、前編ではですね、さよちゃんのね、本当にお誕生日のお家いろいろ紹介しまして、どうなら。ちょっと、パパ今喋んないで。喋んないでだって。今回は、さよなら今日は誕生日でした。そう。そう、なんとさよちゃんは新しい子供園に入園したんですよね。はい。だから体操服で最近行ってるんですよね。さよちゃんの結婚、ママが結婚した時にさよ赤ちゃんで生まれましたさあ今日はそんなさよちゃんが今もう4歳、さよ赤ちゃんが4歳になったということで、どれだけさよちゃんが成長、ね、ちょっと待って、さよちゃん赤ちゃんになった時、うん、いや、じゃあその4歳のお姉ちゃんは数は数えられるんですが、今からパパがおならを1回したら1、2回したら2っていう風に数字を数えてもらっていいですか？はい。ということで今回はさよちゃんの学びをおならでしろ。さあさよちゃん、どんだけおならを数えてどれだけの数数えられるんですか？いきますよ。いきますよ。修正しながらね、パパが今追いつかなかったもん、おならが。でよ、どっちだこれは。すごいよ。イエイじゃない。最後、あれ25まで数えられた、なんで。してやったりの顔なんか、心ここにあらずみたいな。どういう感じ、この混ぜた感じの顔の表情。ということで、さよ、これで遊ぼうな。分かった、遊びたいんだね。OK。ということで、さよ、早く遊びたい。分かった。さよちゃん、25まで数えられるようになりました。さよちゃん、すごい。